それでは朝日大学のこのパンフレットに基づいて簿記検定公認会計試験の合格を目指すなら朝日大学ということについての話をしていきたいと思います。まずは簿記の話です。簿記検定というものを、これを受けるにあたってのこの検定試験の中身についての話をしていきたいと思います。では今からこのパンフレットの中身を出しながら説明をしていきたいと思います。それでは、このパンフレットの中身についてです。では、まず、企業が求める資格ランキング第1位。実はこれが簿記検定になっています。企業が実際に大学生の中からどういった人材を企業は受け入れるのか、就職活動の時にどういった人材を欲するのか、その時に一つ、君たちがエントリーシート、履歴書等に書く内容の中に資格欄があります。その資格として最も企業が求める資格とは、その第1位が簿記検定になっているわけです。では、この簿記とは何であるのか。一言で言えば、企業言語。ビジネス言語、世界共通の言語であるということです。では、この簿記検定を、この簿記というものを身につけるメリットは何であるか。まず一つは、先ほども説明した、就職活動で使える。就職をするときに、最も有利な資格であるというのが、企業が求める資格ランキング1位という意味になってきます。また、初学者であっても全く問題がありません。小学校、中学校レベルの足し算、引き算、掛け算、割り算がしっかりできれば、高等数学を使わなくても、簿記というものを身につけることが可能です。また、簿記というものは、経理部門、財務部門といった特定の部門のためだけではなく、ビジネス全般にわたって使える。これが簿記というものである。まさに企業言語という言葉は、企業が経営活動するために必要となってくる言語。それは単なる経理の方々が使う言語ではなく、様々なビジネスに関わる人たちが使う言語であるということを理解をしておいてください。では具体的に簿記の検定についての話をしてみたいと思います。簿記の検定、すなわち、英検とか漢検のように、簿記にも検定試験があります。その代表的な検定試験が、日本商工会議所が主催をする、日商簿記検定試験というものであります。その検定の級と内容についての説明をしていきたいと思います。まず、スタートとして学ぶのが、3級、小規模企業レベルの簿記になってきます。レベル間は高校1、2年生レベルだと言われます。次のステップとして出てくるのが中小企業レベル。これは高校卒業レベルの検定試験だと言われます。最後に1級についてです。これは大企業レベル、大学卒業レベルの検定試験だ。最終的にはこの1級までたどり着くことは、簿記の最高峰の検定試験を身につけているということになり、大企業レベル、すなわち大企業が欲する人材になっていくということになります。このように3級、2級、1級という3段階にわたって簿記の検定があり、この3級の小規模レベルのこの簿記検定においては高校1、2年生レベルでありますので、また2級になっても高校卒業レベルということでありますので、君たち大学生がこの3級2級を身につけることは全く難易度の高いことではなく、しっかり努力をしていただければ全員が受かってもおかしくない検定だと思ってください。では具体的に検定の試験の内容についてです。まず検定試験については右側に具体的な試験日として、6月、11月、2月と年3回の検定試験があります。1級についてだけは2月実施されませんので、
年2回の検定になってきます。そしてこの検定試験の合格ラインについては3級も2級も1級もともに 70% 以上の点数を取ったときに合格ができるということであり、右下に試験データとして大体のおよその合格率が示されております。およそアベレージを取ると3級においては大体 40% から 50% 程度、2級になりますと 20% から 30% 程度、1級になりますと 10% 前後の合格率がおよその検定の難易度になってきます。では具体的に3級から試験の内容、試験科目の話をしてみたいと思います。3級というものは試験科目としては1科目商業簿記というものだけが試験範囲になっております。2級になりますと3級で学んだ商業簿記にプラス工業簿記というものが追加で試験範囲になり、トータル2級においては2科目の試験を同時に受けてもらうことになります。これが1級になりますと科目数が4科目、商業簿記、会計学、工業簿記、原価計算という4科目にわたっての試験になっています。このように簿記の検定試験については3級、2級、1級と階段を上っていくかごとく検討を受けることができるようになりますので、まずは初学者である方々においては3級から確実に勉強していってもらい、高校の時にある程度の簿記の勉強をした人に限っては2級から進めることもできますし、日商簿記2級の勉強が終わっている人については1級の試験から受けることも可能になってきます。また3級を省略して2級だけを受けることも可能です。また逆に3級と2級を一緒に受けることも可能になってきます。受け方は自由でありますけども、標準的にはまず3級に合格し、次に2級に合格し、次に1級にチャレンジをして、これを大学4年間の中で成し遂げていただきたい。このように日商簿記検定試験3級、2級、1級にチャレンジをする。それが大学4年間でチャレンジのできる大学。これがここ、朝日大学になってくるということを承知をしておいていただきたいと思います。以上をもって、日商簿記検定試験の制度の説明をすることにいたしました。